アンドレレジェス・ゴンザレスは、メキシコ・ハリスコ州サンダー・ニタ出身の、男性プロレスラー。リングネーム、ウニベルソ・ドス・ミル、ウニベルソ2000で知られる。CMLL 所属。兄が、支援カラス、マスカラ・アニオ・ドス・ミル。男6人、女3人の末っ子として生まれ、兄に支援カラス、マスカラ・アニオ・ドス・ミルがいる。ディアブロ・ベラスコにルチャを学び。 1985年6月15日、メヒコ州、エカテペックアレナエカテペックで、エスペシャルのナノマスクマンでデビュー。その後、リングネームを、ウニベルソドスミルに改名。1980年代には、イムルでは活躍。三兄弟で、エルマノのすぎナミテを結成。1991年8月1日には、三兄弟で、オクタゴン、アトランティス。 マスカラサグラダ組を破りメキシコナショナルトリオ王座を獲得した。1992年5月にアントニオ・ペーニャのトリプル a の旗揚げに3兄弟ともども参加。1992年5月29日にベラクルスにてマスカラサグラダを破りメキシコナショナルライトヘビー級王座を奪取。1996年再び CMLL に復帰。 1997年10月19日にアレナ、メヒコにて、CMLL 世界ヘビー級王座をダッシュ。また、1999年12月10日にも、同地でラヨで、ハリスコジュニアを破り同タイトルダッシュ。2003年3月21日に、ドクトル・ワグナー・ジュニア、三代目ブラック・タイガーと組んで、ミステル・ニエブラ、ブラック・ブリアー。 アトランティス組を破り CMLL 世界トリオーザをダッシュ。2004年9月17日にアレナメヒコにてコントラマッチでリスマルクに破れ素顔になる。同年10月12日には再びミステルニエーブラを破り CMLL 世界ヘビー級王座をダッシュ。2006年12月15日にはカベジェラコントラカベジェラで鈴木健壮に勝利している。2007年7月8日にアレナ コリセオニテドスカラスジュニアの持つ CMLL 世界ヘビー級王座に挑戦もダッシュに失敗。同年9月16日に再び同じ相手に2度目の挑戦もダッシュに失敗。その後 CMLL を離れインディ団体アイグを拠点とし2010年5月より再び CMLL を拠点とする。同年6月28日にはアレナプエブラニテラヨでハリスコジュニアの持つ ワミ世界ヘビー級王座にダッシュに失敗。2018年5月1日、休止した。死因は不明とのことである。55歳没。ありがとうございます。